諜報班からの情報によると、スメラギの第三海底基地に多数の物資が搬入されているらしいの。搬入されている物資の内容や、その基地には潜水艦用のドックがあることから見て、どうも大型の武装潜水艦を建造しているのではないかと言われているわ。なるほど。つまり調査依頼ですか。ええ。それでもし武装潜水艦が存在しているようなら。破壊ですね。わかりました。その任務引き受けます。ありがとう。話が早くて助かるわ。ずいぶんあっさり潜入できましたね。罠があるかもしれないから気をつけて。
消えたものです。その先は海底トンネルにつながっているわ。できるはずよ。なんだ、来ちゃったの。溺れ死んでてくれれば楽だったのに。ねえ、これってさ、もしかしなくても僕が戦わなきゃならない流れ？お前がここの司令官か。なんだよ、マジになんないでよ。はいはい、そうだよ。天才司令官メラク様ってのは僕のことね。帰って寝とげしたいからサクッとやっちゃおうか。よっ、そんじゃまやりますか。ゆるゆるっとね。なんなのこいつ。ではないかな。だってさ、マジでやるのとか。僕って天才だからわざわざ自分で何かするとか。おとなしくしていけばいいの。でも働かないと食べられないんだよね。現実的に今回の作戦でさ、君を倒せば向こう3年くらいは有給くれるって言われたから、わざわざ3年。デイジーレーザー。ねえ、ネトゲの合間に適当。しかも今回の作戦、僕のセブンスまで使ったのに、バカな部下のせいで全部パー。はいはい、飛ばしてアームドブルー、ライトニング。眠い。勝ったのね、GV。 これから戻ります。GV、クエストを受けているか。普段のミッションに特殊な条件を付け加えるのがクエストだ。クエストは同時に3つまでしか受けることができないが、受けるのは無料。達成すれば報酬が出る。失敗したからといって特に罰則があるわけではない。気楽に受けるとき、クエストはメニュー内のクエストリストから受けることができる。ミッションをクリアするたびに追加されるためチェックしてみるといい。そうだ、シオン、これ。わあ、綺麗。いいの？もらっても。シアンに受け取ってほしいんだ。ありがとう、GV。
何か嫌なことでもあった？分かってるから落ち着いて。